オッケー。出た。はい、じゃあ実際竿につけてキャストの練習からいきましょうか。結構一気に覚えていくよ。キャスティング、投げるまで。これ外して、ついてるよね、それ外して、でこうこうする。おー、これで出る状態ね。こうです。はい、これでラインがこう出てくる。でこれをこういう状態ね。あ、取りましたね。あ、でこうなるんですよね。でこれでそこの鉄の部分を今返してみて、うん、逆にパカッて、パカッて、そしたらこうしたら糸っていくらでも出るから、出る、いくらでも出るよね。でパカッて戻してみて、で巻いてみて、巻くとこうやって短くなると。原理分かりました、分かりました。でそうなってたらこれ糸は、あ、もう動かないで、ね、でパカッて返してみて、糸は出る。返してみて、巻いてみて、こうなると。結構簡単でしょ、原理、うん、原理簡単で、まあまあ こんぐらい、糸戻して、でこので竿を置いて針先の穴に入れる。あ、これ糸切って、え、何、いいよ、切っていいよ。あ、んでこうあったら、これそのワームセッティングしたじゃん、あれをそのサルカにつける。あ、この時にこれだとやりにくいから、あ、こうスプール返して、スプール返して、で、まあこんぐらいでいいよ。ちょっとこれボロいですね、うん、まあまあこんな感じで、でいいだ、穴が通して、その鉄を通す、こうして、こうやったらここに巻いてみて、あ、これで巻けない、これをこうして巻いて、はい、いいっすね。で、こんぐらい、まあまあこんぐらいかな。で、スプール戻して、はい、この状態でいくよ。あ、俺が指で実演した方がいいかな。で、中指でこうで、こうで、投げるときに糸を離す。まず右手で持って、で、中指でラインを取って、ここでもう中指 でこれを返す、返す。でその中指を離すと糸出ちゃう状態、その中指を離すと糸がビュッと出る状態。ああ、そうで、そういう状態。もう一回巻いて、スプール戻して巻く、はい、はい、いいよ。中指で持って、で返す。ああ、返ってない、返す、返す。これで今指離したら出る状態ということは、野球のようにそこで指を、中指を離せばボールは飛んでいく。石丸さん、気をつけて、行く、行く、投げて、軽く、軽くよ、軽く投げて、できた、で、で、理解できたでしょ、イメージ。これちょっとキャスティングをちょっとそこの川で、あ、海だけど、この新米湖の海に、分かった、分かったでしょ、分かった、分かった。だからボール軽く、軽くでいいよ、危ないから、軽く、うん、できた。で、この時巻く時にスプール返して巻く、巻いて、巻けた、巻けた、完璧でしょ、完璧、うん、返す、返したら出るよ、いや、ボールは投げれる、はい、いや、その時にスプール、巻く時にスプール返して、左手でスプールを返してから巻く。まあまあできてきたでしょ。え、あの芋がなんかぐじゅぐじゅになってる、先が、まあちょっとギリギリ OK にしとこう。それストレートがいい。さあさあさあ、ちょっと高橋キャスティング教室、ちょっと教え方下手くそでごめんね。ああ、いや、教え方慣れてないんで。あ、じゃあちょっと投げていきましょうか、現場で。いけそうですか、さあ、じゃあキャスティングの練習ですよ。何何、沈む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 んだけど。なかなかいい、あそこまで届いたら OK、 巻いて、もうできたね、キャスティング。じゃあ線キャストいきましょうか、線キャストいきましょう。あ、じゃあキャストにやろう。これ地獄の特訓なんで、あの腕がちぎれるまで今日やってもらおうと思う。1万キャスト投げてください。あ、できてる、余裕でできてる。そしてスプール返して巻く、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 
来てるね。野球やったことある？ない。ソフトボールとか野球の選手どうやった？みんな毎日投げてたよね。毎日投げるわけ。毎日毎日行きましょう。はい、おう。いや、もうできてる。もうほぼ完成形。あ、これもね、投げて投げて投げてだんだん感覚で覚えれるから。お、石丸さん投げた。これ高橋教室面白いね。面白い、ね。ちょっと俺先生になった気分で、はい、いい気分になってきた。いや、かっこいいですね。うん。羨ましいです。先生気分で。いいっすね。けどまだ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 これ5時間いくよ。5時間いくよ。何？釣れた？引っかかった。どこに？ちょ俺取ってくるわ。な、大丈夫。いやいや。あ、行っていいよ。ちょ、靴が運動靴がいいかもしれない。血まみれにならないでね、転んで。救急車呼ぶとかやめて。あ、そう。それが釣りし。ちょっとキャストしてみようか。座った状態でピュッとあっちに、そう、いや、できてるよ。で、そっから来た、魚が来た、巻いて来た。いや、才能あるかも。楽しい。できた。ここでいい？うん、いいよ。怖いよね、ちょっと危ない。うん、巻こう、巻いて、来た。もともと泳ぎは得意なんだよね。いや、あ、水泳選手、うん、マジで、え、水泳やってた？やってた。選手結構すごい。嘘、国体レベル？え、ひょっとして水泳選手だったの？水泳選手なの？水泳やってた。え、それ国体行くような選手だったの？国体、あの、愛知県でもトップクラスの人だったんだ。え、そこまで。あ、町内会で上手いなぐらい。あ、町内ではちょっと水泳はちょっと市に行くとちょっと、まあ、町内会では有名な、うん、なんだろう。じゃあ大丈夫だ、体力的には大丈夫だね。大丈夫かな、うん、種目はクロール、ちょっとそのクロールちょっとやってもらっていいですか？どんな感じでやるんですか？じゃあ俺泳げないんですよ、うん、ちょっと教えていただいていいです？一番さん泳げる？いや、僕は全然泳ぎが下手です。はい、あ、やって泳いで、こう、うん、息継ぎのタイミングは？息継ぎのタイミング、うん、3回回して1回くらい、うん、で、水中に顔があるときに息を吐くってこと？ブクブクブクって吐いて顔を出したときに吸い込む？吐かない、止めてる。え、息止めてパーで息する。ちょっと間違ってない？息を吸い、吐きながら吸うみたいな。間違ってない指導？なんか下で吐くような感じ。あの、俺それやってて入ってるかな。じゃあ、いや、間違ってると思う。あの、水泳そうでもなかったところ判明したね。あの、最近泳いでないから。あ、本当？あ、まあそういうことにしようか。来た。あ、釣れた。マジで？釣れた。はい、じゃあ今からちょっと釣った時のイメージ。来た。巻いて。あ、重い。来てる。ちょっと待って。めっちゃ重いんだけど。来てる。よっしゃ、これ魚のイメージね。魚のイメージ。回したい。もうちょっと、こんな感じ。重い。イメージトレーニングできてきたね。結構イメージトレーニング大事なんで。で、この時注意してほしいんですけど、これ魚って、こんだけのサイズだとパワーあるんですよ。で、ガーって力すごいの。その時に、針を外す時に、あんまり魚のこと舐めて、オーラって言うと暴れた瞬間にこの針が指にぶっ刺さって病院に針が貫通、指を貫通するから。だから必ず魚が釣れたと魚をちょっと押さえてうまい状態で切って、そこ危険なんだ、覚えてくださいね。今後結構あの巨大な魚と対決していくスタイルなんで、結構今回いい講習ができたんじゃないかな。ちょ、もう一回引き味わっといたら。あ、それで投げてみて、投げれるか。思いっきり投げてみて。思いっきり投げていいよ。思いっきり、うん、もっと思いっきり投げていいよ。あ、ほんで投げる。ほんで、前、来た。来た。やった。
キサリ食った食った食った。前で前で来た来た。あ、重っ。来た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 来てる来てるよ来てる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 。イエーイ。あ、これイメージトレーニングだね。これ魚今30センチの40ぐらいあるな。これランカーですよ。これランカーですよ。いや、キャサリンもあれですね、やっぱ結構筋がいいかもしんない。水泳選手なだけある。うん、うん、まあそれで投げるとあんまないからいいんだけど、思いっきり投げてみようか。大丈夫だから。そうそうそう。あ、空気抵抗があるから。で、これ名前なんかわかります？これ、まあ、山線香。山線香？商品名は、うん、3インチワット山線香で、まあ総称してワーム。ワーム。これワーム。これアンナさん、これ何かわかります？今のルアワーム。ワーム。そうそう。ワームと思えていただければ。ワーム。いいっすよ。ワームなんで。で、こっからちょっと高度なテクニックやっていこうか。ワーム外してもらっていい？これ危ないんで、これは気をつけてほしい。はい。じゃあちょっとそのワーム外していただいて、じゃあこっちで練習しましょうか。これをつけてもらっていいです？で、これはもう針むき出しなんで、マジで気をつけて。じゃあ新しいレアでちょっとやってみましょうか。ちょっと見せて、これと、あ、ついてますね。これちょっと、多分先が重くなってるんで、投げ、あの、結構飛ぶとは思うけど、投げにくくなっとるかもしれない。まあそこは大丈夫やと思う。後ろだけ気をつけてもらったら、多分ね、重い方がよく飛ぶんで。そうそう。けど魚釣った時はもっと引きがあったりとかして、ただその魚をこう突いた時に合わせって言ってちょっと引いてやらんと、こうグッとその魚が針を飲み込んだ状態で、またあのそこを飲み込んだ状態でクッと引っ張ってやらんと魚がこう釣れない。なんかそのまま針をもう口から外してそのまま逃げていくんで、ピクピクした時にクッとこう上に微妙に上げてやったら、よくみんながいう合わせっていう、釣りの人がよく合わせる合わせるって言うんですけど、わけこれワカメですよ。結構綺麗ですね、このワカメ。これがでもこういうのを取るときにやっぱり針を気をつけとかないと。え、回せん。あ、なんか引っかかったかもしれん。なんかキャサリンの糸が。ちょっと見ようか。なんで回せないの？ここ。あ、これ絡まったやない？なんか。ここ糸がね。この時はここを引っ張って返して、返して、ここを引っ張ってあげて、ここ巻いちゃったね。あ、これよくあるんですよ。ここ巻きつけちゃったと。ライントラブル。じゃあこの際の対処法をちょっと勉強していきましょう。伊島さん、これなったらここをぐるぐる回して500回。ぐる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 って。どっち時計回り？うん、柔らかい方にグーグー、左かな。ぐるぐるぐるって回す。まだ。もっとあと10回回して、それ取れるから。これを取って、これも。こんな風にするの？うん。で、そこ絡んでるところをほどいて、ほどいたらもう一回はめて、もう一回締めてあげる。釣れた！来た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 ！何？え、何が何？巻いて巻いて。巻いて巻いて。いや、巻いて、強く巻いて巻いて。うわうわうわ、ちょっと濡れた濡れたんですけど、いいですよ、巻いてもらっていいですよ。じゃあちょっとこんな感じで、今からちょっとあそこにハゼがいるんで。ハゼ釣ったことありますか？今回ルアーで釣るんで、餌じゃなくて。あの、ゴカイとか触れます？ミミズみたいな。触れない。ルアーだったら偽物の餌っていう。